男子の友情ってなんかちょっと憧れるな。そう？なんかちょっと暑苦しくない？そんなことないよ。清高くんと平田くんの関係とかいいなって思うもん。それ単純にキヨポンが気になってるからだけだったりして。そんなことないよ。慌てるところが可愛いんだから、いつかキヨポンとうまくいくといいね。だからそういうのじゃないんだから。次回、不条理な結論に至る第一の原因は解決の手段が不足していることだ。みんなも愛理の恋の行方を応援してあげてね。